別に経済をやりたかったとかなんか学問系では目的ではなかったんでじゃあ何をやろうかなと思った時に、まあ、サークル活動なんかがね一番ある意味僕の中では関心高かったんで,でその時、まあ、いろんな、まあ、当時ねサークルあ,のあったんですけどあのたまたまそこであの熱気球っていうあのサークルがあったんで。 まあその時まで本当熱気球なんてもう全然ねあの僕も知らなかったというか、まあ、せいぜい絵本の世界かなんかあのこの世の乗り物とは思えないようなものだと思ってたんですけどやっぱり何かそこにあの感じるものがあってあじゃあちょっとそこを覗いてみようかなっていうので始まったのがまあ大学時代に熱気球のそうですねはい。 あのまあ一番大きな気球の特徴としては行きたいところ行けないんですよね。あの気球でまあ当然パイロットっていう名前のものが操縦するんですけども操作できるのは火を焚くか焚かないかしかないんで要するに上下しかコントロールできないんですよね。横は100%風任せというか風次第なんですよね。ただ風っていうのを高さを変えると向きとかスピードが変わるんで。 まあ下の風でこうち行って上の風で左行ってさらに上の風で右行ってっていうのがまあこれマニアックな本当操縦の部分の世界ですけどね単純に多分初めて乗る人の気球の魅力って言ったら本当僕が初めて乗った時と同じように上がった時の浮遊感だったり景色が綺麗だったり本当それだけだと思うん,あそれだと思うんですよね。僕僕はそれ僕も経験ししてるから分からりますし あの本当その魅力だと思うんですけど、ただやっぱそれをやってったら僕ははっきり言って飽き,飽きましたよね。多分二三回で飽きたと思う。景色は多分二十分見てたらもう飽きるんですよ。よでもじゃあその上で何があの飽きないかっていうと今度その風との付き合いなんです、ね。で競技の気球の競技の面白さはじゃあその人風を読む の人よりもいかに読めるかを競い合うわけですし、さらにその風にうまくコントロールして乗せていくっていうのを競い合うのが競技会なんですけど、あのまあ、奥が深いっていうよりはすごく面白いですよね。おだからあんまり誰かと一緒に釣りに行くっていうことも正直僕少ないんですよね。多分9割ぐらいは一人で釣りに行くんですけど、なんでかってやっぱり釣りっぽく一人になりたいからやるん。 趣味なんですよねね僕自身は、ねまあ、みんなで行くのはみんなで行く楽しさはあるんですけどそれはそれで別物なんですよね。でやっぱり川なりなんなり行くとでもどうしても人と会うじゃないですか、まあ、他の人とねその密度っていうのがやっぱりどん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 なんかこう濃くなってきてっていうかどうしてもどっかしらでは人と接してしまうしまあそれが極論を言うと場所取りになっちゃうって嫌う。 それで、まあ、ある時ちっちゃなボートを持ち出してで、でで湖を結構やりだしたんですよね、ねボートで、ね、それでボートフィッシングをやり出したら結構ハマってある意味ね誰、まあ、人かいたら他の場所すぐ行けますし多くの場合もう自分の貸し切りみたいな感じでできるんで。 でで魚もすすごく釣れるんですよね実はねあの自分の今までの1年分ぐらいを1日で本当釣れちゃうぐらい釣れる時は釣れるんでそれでああ湖面白いなって思って湖をやっててっていうのが本当ボートフィッシングのだからボートから、まあ、あくまでフライフィッシングなんですけどねあのまあ まあ大学の頃ちょっとね趣味で本当バイクで日本一周ぐるって回ってみたりとかいろいろしてみたんですけどやっぱり日本国内であの唯一と言ってもいいぐらい自分があの住みたいと思える土地はやっぱり北海道のしかもこっちの道東って言いますか太平洋側の冬は晴れないときっとダメなんですよね。あと本当変な話これ川は 西から東に流れななきゃダメなんですよ、ね、北から南に流れなきゃダメなんですよねそれはいまだにそうなんですけど僕気球でフライトしててあちこち飛びに行くんですけど富良野とかあと新潟とか行くともう迷っちゃうんですよとっさにパッて自分は北はどっちだと思った時に逆になっちゃうし川が南から <laughs> 北に流れてるっていっても気持ち悪いんですよね。うん、ねその感覚すごく僕強く強て、うん やっぱりそういう意味では十勝の,の山がまあ北なり西に受けてくれてて川がこう北西方向から何となく流れてくるっていう雰囲気はそこは多分茨城の日立のあの,あの辺とこうマッチしてるのかすごくストレスはないんですよねそういう意味でね。